えば、深田恵美もなんか炎上してたよね。なんだっけ、なんか、男性がおごるべきみたいなさ。ふざけんなって、別にそんなお前が言うなって。だってね、一番そういう恩恵を受けてるわけじゃん。男性からの。でも、それにもかかわらず、なんで言うか。だって、深田恵美さんって、多分もう男性から飯とか行ったら絶対怒られるだろうし、多分そういうので全く不自由はしてないと思うんですよ。お金もたくさん持ってらっしゃるでしょうし。なのに、あんな女性の味方感を出すツイートをなぜしたかっていうと、要は、いいねとか、リツイートとかをたくさんしてくれるための要は、そういういいね稼ぎ、リツイート稼ぎのためにしたっていうことにしかならないんですよ。だって本人は満足してるんだもん、現状に。うん。だから、女性側もそれに利用されてるってことに気づいた方がいいよな、マジで。うん。どっちもそうじゃん。男もね、そうやってなんか下げられるし。で、女性も女性でね、そういう共感、深田さんのコメント、なんで共感できるんだよ。もう、すごいだって、ね、めちゃめちゃ金を持ってるし、もうね、恵まれた、ね、人が言っても、もう全然、なんかね、もうずっと男性から割り勘を請求されてますみたいな、そういうなんか、なんだろう、立場的に弱い人が言うならまだ説得力あるかもしれないけどさ。うん。これがさ、多分、立場逆になったらもっと炎上するんだろうな。例えばさ、俺が、男側が、なんか男はね、女より稼いでるんだから、男の方が家庭的な立場が上であるべきだとか言ったら、多分、これの10倍炎上するよな。なんでそんな、それこそが差別じゃないか、もう。うん。